せるか。今度は上ですか。はい、素晴らしい。しっかりとギリギリまで相手の位置を確認している、そんな風にも見えますね。メタブレ、そろそろ怖くなってきた。おっと、掴みながら、いやー怖いぞ。ウエスまで暴れるまさかの強気タク、ようやりましたね。今おそらくダッシュ見て植木を出たんでしょうけど、はい、前からその反射神経ですね。ですね、そのあたり見てから確認の速さというものは本当に天下一品ですね。彼はレア月光がちょっと苦しいか。そしてこの掴みを絶対振らないっていう、今回のゼロサムって、はい、そのいろいろ強化されたポイントがあるんですが、明確に弱体化された点が、はい、投げからのコンボだと思うんですよ。あ、はい、けど投げからあんまないからって言って、じゃ投げを警戒しなくていいんだってガードを張ればいいのかと言われると、今回のゲームかなり難しい。うえっすよ、あぶねえ完全に違うね、リヒターみたいな撃墜出されたんで言いましたねやってしまったか。あ、ダッシュ上スマッシュなら撃墜できたかなって感じですね。もしくは上 B なのかなと思ったんですけどね。あ、上 B はなんかちょっと陰打ちのことも考えると怖さもありますね。崖、レア帰って来れるか。しっかり状況を戻す、牽制技の打ち合い、空中前、上を通していきましたね。素晴らしい、ていくとゼオ様のジャックね、優秀ですから。からのうまいがギリギリ2段目当たらず。結構あそこは一緒なんですかね、前作と、大上に対するウエスマッシュですか。その通りです。2段分結構当たりやすくなったとは聞いてますけどね。空中しろ、前は絶対1段しか当たらないっていう性能だったんで、ね、そういうことですね。しっかりと分かっている。下スマッシュから下 B コンボ確定、横 B、前は絶対1段しか当たらないっていう性能だったんで、ね、そういうことですね。しっかりと分かっている。下スマッシュから下 B コンボ確定、横 B16 は惜しいぞ。ある程度は正直あの下スマッシュは受け入れるしかないですね。復帰のタイミングはなるべくずらしますけど、この速さではチコ選手相手はまあ食らってしまうときは食らってしまうでしょうと。まあどこかしら、これはあとうまいすぎる。何も変わらず通常営業って感じですね。親の顔より見たってやつですね。チコンキーメテオスマッシュですね。それが確定してしまうと早期撃墜が狙えるコンボですね、はい、あれがね。ガード下がめくっている、ジャクしっかり反撃、これ惜しい。あとやってしまった。かなり空中ユートラの当て方に自由度があるように見えますね。前作だと繋がらないような根元あたりからでも当てられるという、はい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 、はい、空中もう一回強気に攻めるレア選手、結構ね攻めのタック強化されてる風にも見えますよね。そうですね。おっと、何を読んでいた、何もしない。出してから読め、あー後ろ投げ、なんだそれ、やってしまった。うますぎる。最後は殿下の報道で決めましたね。というふうに読みは回していきますよね。そういうことですよね。で読み負けた時の火力の高さ、森もあまりにも高いと。プロピット、そしてストックもリードされてる。ちょっと苦しい、メテオ狙っていた、あった、届くか、やっとけど大丈夫、終わりかけましたね。終わりかけましたね。まあ新作ということで距離もあまり明確じゃないというところで、はい、とりあえず一発殴ってリードを広げるっていうシュート選手の判断は正しいと思います。はいはいはい、ウエスマ、ああまあからの掴み、掴して上スマッシュ、空中白の着地も入れてしまいますか。そんな性能してますね。この最初の1週間これを振り続けたんだろうなというのが分かる。そうですね、多分指がもげるほどにトレーニングをした成果が、まあ、少なくとも指紋はないでしょうね。ですね。空中前対空、しっかりとジャンプ読む、まあ、ピーチというピーチデイジーからは、はい、その
あー、うますぎる。崖橋で仕留めるのがうますぎますね。なんでしょう、ピーチ選手は浮遊を持ってるので、はい、その対空式っていうのは自然と強くなりますよね。ですね。それで読み合いを回していくっていうのが、はいはい、ダッシュへいなす。空中の横移動の速さの差がかなり初行選手にとって有利に傾いている感じがしますね。はいはいはい。まあ、その速度差を生かすのがうまいという意味ですが、地上の差し込みはしっかりダッシュでいなして、この崖外の圧力は健在ですね。帰ってくるが、暴れ、ここで倒せるか。うますぎる。上から帰ってくるのを読んでましたね。 あそこでもう一歩待つというのがですね、上木選手の魅力ですが、空中白撃戦、ギリギリまで引きつけること、空中白でなく空中下でガードで固めに行く判断、お見事でしたね。さすがですね。そのあたりやはり使い込んでいる。やってしまった。ギリギリ、しかしやはりラインを追い詰める展開が多いですね、チョコ選手は。ですね。この苦しい読み合い何度見るんでしょうか。梅木としては若干弱気になりかけているところ、空中前暴れが通る、流れを断ち切るような空中前攻撃を通しましたね。はい、ここで倒せるかどうか勝負の肝か。復帰、危ない、怖すぎる。ここまで逃げる判断、そこまで追ってくるチョコという感じですか。おーっと、ここの火力はピストンからあまり伸びない。踏まれて投げ、あ、怖い。下京しゃがみ対空からのグラップ、なんだ、突然止まるのはやめてほしい。ただ梅木さんが一番思ってるんじゃないですか。そうですね。ガードが少ない、暴れが通った、上スマーゲーきつい。ヒットが当たらずニュートラル暴れ食らって、そろそろピーチ撃墜、ピーチではないデイジー撃墜が近づいてきた。ウィンクカブ避ける、惜しい。ここでターンをどれだけ維持できるかっていうのが大事なやつですね。ですね。まだより状況は続いていますよ。横 B、 おっと、崖端でキャンセルする。テオから確定、うますぎるというか、ようやくここで見せてきたかって感じですね。そうですね。真上からかぶさる展開というのは結構レアだったかなと思いますね。はい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 。デイジーボンバーガードしてしまえば反撃はほぼほぼ存在しないか。ダッシュ、ガードしたが反撃難しい。追いついてきた。53、梅木のターンが来ましたね。来ましたよ。これは美味しい。暴れ通って、空中白ダッシュ、クッキーが苦しい、勝ち前激墜。というわけで3位決定戦、引かせて空中下暴れ差し合い、通したのチョコ、ニュートラルもう一回からの大丈夫、横 B 当てに行ったが当たらず、横強対空横強、うますぎる。あ、なんだ、ジャンプ笛ですか。そういうこと、うまい復帰阻止の展開、やうまい、ジャンプを寄っているというか、ベクトルが低すぎる。何度も繰り返されればどっかで捕まりますね。そういうことです。うわー、空中ギリギリ、ここぞで見せたシュートンのジャンプ読みだったんですが、ギリギリ届かず、帰れるか、あ、危ない、大丈夫、青もいます、あー、もう一回ダンガー大丈夫。ギリ着地狩りのオピクミン掴み、相当いい読みでしたけど、うわー、もう一回でギリギリ、先ほどから喜びが、あと空中前チョコ追い詰められている、空中下ろせるか、ああ大丈夫、なんだ、対空高ギリギリ撃墜は至らなかったんですけど、はい、青ピクミンの掴みのことを考えると無駄ではないですね。ですね。横尾ここ撃墜しなかったですが、ターンを取ったということが大きな意味を持ちそうですよ。空中前それを暴れで覆していきましたね。空中上文句なしでしょう。いやー、タイの子でガンガードできるのも、しかも青ピクミン目の前にいますから、見せびらかされてますからね、青だよって矢印出てるのに、上スママッシュですか。これはシュートンが勝利に近づいてきた。復帰阻止、横スマ
ここで倒せるかどうか。タイミング完璧です。あーチョコチョコって感じですね。空中後ろ打つ判断が完璧でしたね。はい、ジャストシールドから最高ですね。いや乗り越えられるか。あー読み合いか、怖すぎる。白つくけどもう関係ねえ。空中後ろ、あー怖い。ジャストシード警戒でスカッチ着地ですかですね。やってしまったが返ってくる。大丈夫か。なー横スマッシュ掴み読みその場回避入れてたんですけどね。いやーというわけで記念すべき